ゴロジェッツ市の紋章ゴロジェッツは、ロシア連邦ニジニノブゴロド州の都市。ボルガ川左岸にあり、州都ニジニノブゴロドの北西五十三キロメートルにある、古い町。かつては、ゴロジェッツイコールラディもしくは単にラディの、ふとも呼ばれた。人口は三万二千四百四十二人。カザンスカヤ聖堂ゴロジェッツは百五十二年に、ウラジーミルスーズダリ大公、ユーリー・ドルゴルキにより、 ボルガ川を背にした大きな要塞として建設された。現在のニジニノブゴロド州に築かれたロシア最初の町でもある。当時ボルガ中流に勢力を広げていたブルガール人の国ボルガブルガールに対する攻略拠点として重視され、ウラジーミルスーズダリ大公国の大公たちはゴロジェッツを拠点にボルガの東へ多くの遠征を行った。また1216年には、 ウラジーミル大公ユーリー二世は兄のコンスタンチンにより廃位させられゴロジェッツに流された。1239年、ルーシに侵攻したバトゥヒキールモンゴル帝国軍はゴロジェッツを襲い焼き払った。言い伝えではユーリー二世が築いた伝説の街マ,マールイキーテジは現在のゴロジェッツに当たるともされるがゴロジェッツの築かれた時期の方が古い。1263年、 アレクサンドル・ネフスキーは、ジョジュウルスの首都サライからノブゴロドに戻る途中、ゴロジェッツで没死した。その息子、アンドレイ・アレクサンドロビチは、ゴロジェッツを本拠とした。14世紀半ばには、ボルガのすぐ下流のニジニノブゴロドが発展し、ゴロジェッツの存在はかすんだが、1408年にエディゲに襲われ、焼き払われるまで、ニジニノブゴロド広告でも3番目に大きな町であった。 15世紀初頭の巧妙な遺恨画家で、アンドレールブリオフの師匠ともされる、プロホールは、ゴロジェッツ出身である。その後2世紀の間、ゴロジェッツは、ゴロジェッツプストイと呼ばれるごく小さな町となり、年代期の中には、ゴロジェッツの人口はすべて、若干下流にある、新たな町ソリナ、ゴロドェへ移住したとするものもある。19世紀には、ゴロジェッツは、 小儀式派の商人たちの住む集落として再度繁栄し、装飾の華やかな木彫りなどの工芸品で知られた。1875年には、ニジニのブゴロドの作家、A.S. ゴッドシスキーが、コロジェッツを穀物取引と木製食器の大きな中心と述べている。1922年には、村から町へと昇格し、コロデツキー地区の行政中心地となった。 1948年から1959年にかけてボルガ川をせき止める大型ダムとゴーリキー水力発電所がゴロジェッツの数キロメートル上流に完成し対岸の発電所付近には新たな産業都市ザボルジエができている。ボルガ川ゴロジェッツの主な歴史的建造物には1644年にできたイタリ生産者台制度、 1672年にできた聖ニコライ聖堂、同盟の遺恨での高かった、ヒョードロフスキー修道院などがあったが、ソ連時代に取り壊されている。現存する最古の建造物は、ゴロジェッツの最も知られた公家であった、アンドレイ・アレクサンドロビチが1304年に埋葬された聖堂後に、1707年から1712年にかけて築かれた聖堂である。 コロジェッツの革命通り、コロジェッツの産業にはザボールジエ市と共有する、ニジニノブゴロド水力発電所の他には、造船業などがある。木工、刺繍、生姜入りパンなどの伝統的な産業も工業化、されておりその製品は、ロシア各地で見られる。ニジニノブゴロドからの鉄道支線は、対岸のザボールジエで終点になっているが、ザボールジエとコロジェッツの間は、 ダムの堰堤上の道路で結ばれている。この道路は、ボルガ川の左岸と右岸を結ぶ道路や橋としては、ニジニのぶゴルドとキネ島の間では、唯一のものである。ありがとうございます。